ましょう。じゃあ、スリーツーワン。みなさん、こんにちは。キムイチャンネルのロレッタでーす。りょうちゃんは、今日はロレッタに会いに来ました。メリークリー。ハッピーハロデーズ。2ヶ月ぶり。2ヶ月ぶり。あれ、見たコメント欄で。見たよ。なんかもっと、こんなのもっとアップしてくださいみたいな、あのリアルなトークが、ね、そうね。だから、今日は自然に、あのまたリアルトークしましょう。日本語でね。日本語。そう、まあ、少しだけ英語使っちゃうかもしれないんだけど、頑張ります。頑張って英語で大変日本語で用意やってる。ああ、ちょっと日本語で喋りをお届けします。はい、超関西人で言いそうな感じ。あ、そう。喋りをお届けしますってめっちゃ関西人。もうあのクリスマスプレゼントはこれです。ね、私の私たちの。レタと私のおしゃべりがクリスマスプレゼントになりますのでお受け取りください。Number one. Hi. The best joke you've heard. What?This year. The best joke you heard? そう、こうやってもう2人で笑っちゃって、もうお腹が痛い。痛くなっちゃうみたいな。痛くなっちゃう。ほっぺが痛いかな。ほっぺ違う、お腹が痛い。違うから。ほっぺが痛いのは虫歯だね。虫歯だね。すごい、もういい感じで笑いすぎたあるのは何？ある。私はまあお父さんがいるんですけど、久しぶりに電話してたの。そう、あったかいでしょう。で、うん、まあその電話してて、お父さんちょっとね、だいぶギークな人なのね、オタッキーな。アニメも好き、漫画も好き。え、やばいよ、一部屋もうアニメのと漫画だけの部屋があるの。素敵なお父さんが、パパがいるんだけど、電話したの。お父さん最近何してるのみたいな。元気、私最近東京で働いてるよみたいな。お、涼かみたいな、こういろいろ、え、最近こんなことしてるって話してる時に、最近映画見たみたいなことを私が聞いたら、あの鬼滅の刃、あ、日本で流行ってるじゃん。そう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 、今年すごい。見た？見てない。私はそう、分かんないからあんまり見てないって言って、なんか結構仕事も忙しいから知らないかなとか言って、鬼滅の刃最近すごいよね、東京でもすごいんだよねって言ったら、お父さんこの前映画館一人でそれ見に行ってさ、一人でマジでみたいな。え、何曜日？みたいな、日曜日の。え、ちびっこめっちゃ痛くないって言ったら、うん、いや、まあいたんだけど。で、どうやった？朝、うん、涙が止まらなくてさみたいなこと言ってて。そう、え、そうなの。なんかみんなそういう涙が止まらないみたいな。もうじゃあ爆笑。なんか想像して、だって50歳の自分のパパが、だってロレッタのパパがさ、なんかちびっ子がさいっぱいいる中でみたいで、ああって泣いてるのを、パパはそうやばいな、でもまあそう素敵だなと思いながら、でもそれはそう、でも一人で伝わってた。なんか一人で楽しむよね。ね、そう、それがでも一番のジョークというか、なんかここ印象に残ってるかも。なんかやばいなと思った印象。あ、素敵なパパ。そういう日本語は ある？あの、なんていうの、爆笑しちゃって。言葉、やばいとか？あ、違う違う、英語だと、laugh until your sides hurt。お腹がよじれる。よじれる。お腹がよじれるよ。よじれるっていうのはこう。勉強のチャンスが来たよ。お腹がよじれちゃうの。そう。笑いすぎてお腹が痛い。痛い。でも、お腹がよじれるほど笑う。っていうと、なんか よじれるとこうじゃん、なんかこう、こうグニュンってなる感じ。だからお腹がそう、こうもなんかグニュンってなる、グニュンってなる感じに、まあ、なるほど笑かせられちゃったみたいな。素敵な日本語いただきました。使うチャンス増やしたいね。じゃあ次は、幼い頃の一番好きな遊び。花札って知ってる？花札なんかね、これ任天堂があるじゃん、スーパーマリオ。その会社が、実は京都があの始まりなのね。そこで一番初めに売ったものは花札っていうゲームなの。トランプみたいな感じなんだけど、日本の絵が描いて、なんか鳥とかの、まあ、絵が描いてあるんだけど、なんかカードゲーム、すっごい日本の。でもそれを初めて販売したのは任天堂なのっていう、ちょっと豆知識をちょっと持ち込んじゃったんだけど。でもこれ一番好きだった。なんかもしかしてオリジナルキャンディークラッシュって感じですか？キャンディークラッシュ。あ、みたいな。あの、オールスタイルキャンディークラッシュかな。伝統的なキャンディークラッシュでございます。超日本の一番古いゲームだから、そう、日本のギークたちはみんなここから始まったって感じ。なんかすごいね、やっぱりまた渋いやつが出てきたな。もうでもクエスチョン2からも渋いやつ出てきたんだよ。ちょっと余裕ある、うん、まったりする日曜日に何を食べたいですか？もうその質問だけでりょうは今幸せを感じてるよ。もうブランチと日曜日の朝、ちょっとアメリカンのスタイルになるの。まずオレンジジュースでしょ。オレンジジュース、オレンジジュースは絶対。それと同時にブラックのコーヒーでしょ、ね、あとメインはあのね、ワッフルに
あのベーコンとそこのもうベーコンの上にねメープルシロップもかけて、それがいい、わかる、それがいい、それがいい、超アメリカンでしょ、それがいい、超でもね美味しいの、これが最初の抵抗があった、なんかえしょっぱいものにメープルシロップ絶対合うなんて、あのそれはだからアメリカン美味しいよベーコン、そうだからもうあおなおみたいな、なのに朝食に、そうだからあおそうだからもうエブリシングなおと思ったけど、でもね美味しかった、美味しいよ。美味しかった。そうそう、だから太る。で、ベーコンが、なんだろう、クリスピー派か、ちょっと緩め。緩め。緩めか。緩め。でも、サニーサイドアップは、もう超オーバーが好き。もう超オーバー、もう黄身カチってなった。あ、カチってなった。好き。あー。好き。でも、トローは、なんか、嫌い。それ私、逆。嘘。トロトロのやつと、クリスピーのベーコン。あ、じゃあ全く逆だ。クリスピーのベーコン。クリスピーのベーコンどこに、なんかここにいたの。いや、でもあれ、いちご大福だから。I'll see you soon, baby. あの、体重増やしたい時には必ず、あの、チキン&ワッフルを食べてください。そうするわ。いや、ほんと、ちょっとね、体重やべ、減ってきたなと思って、ちょっとそれを。チキン&ワッフルがその次ですよ。ビッグブラザーですよ、それは。はい。とりあえずバランスがいい。そう、美味しいの。じゃあ次。今年の一番美味しかったテイクアウト。あー。君番組言わないでください。そうね。あるの。初めて食べたんだけど、うんうん、名前忘れて、なんかメキシコ料理で、もう、ブリトーってものを食べたことがなかったの。え、マジで？人生で。今年まで。人生の半分を想定に、自分のほとんど。初めてそう、友達に誘われて、でもテイクアウトで、そう、食べたのね。やばかった。なんの具は具は、普通に、ジャスミンライスと、あとね、ブラックビーンズ。ブラックビーンズ。とね、ワカモレをダブルにして、ダブル。サルサと、あとなんだろう、メキシコ料理だからかな、結構、サルサというか、チリの味付けのポークとか。が入ってた。カーニータス。ああ、それです。カーニータス。カーニータスが入ってて。美味しかった。でも本格的なやつじゃん、それは。なのかな、アメリカンなブリとは違う？なんか普通にチキンが入ってるとか、グラウンドビーフ、ひき肉とか、ちょっとあんまり、ちゃんとした。ちょっとメキシカンではない、あんまり。どうかな。でも美味しかった。すごい美味しかった。いやもう羨ましい。食べたい。二人ともお昼ご飯食べてないから。ごめん、ごめん。いや、ブリトじゃあ今度作りましょう。そう、作ればよかったのに、ここでブリトー。ここで見たらよかった。キッチンあるから、もしかしてブリトーバー作れば。そう、ごめんね。また今度だね。ね。また今度でしょ。そう、後でこの素敵な部屋の、なんだろう、説明をするから。はい。キッチンもついてるよ。そう。びっくり、本当に綺麗。あと、クリスマスの風景も、ちょっとだけある。ここに。私が隠しちゃってた。ちゃんと光ってるでしょ。かわいい。一番好きな雑誌。一番好きな雑誌は、ちっちゃい頃から雑誌はたくさんパパと私で買ってたのね。で、サファリっていう雑誌わかる？サファリ？日本人。カンピン？キャンプ？違うね。違うね。カンピン？違うね。ファッション雑誌。なんか多分3、40、50代向けの、どちらかというと海外の人のファッションを男性向けなんだけど、そう、すごい、でもそういうの、カンピンとか。なんだろうね、男性が着るブランドのものがすごい結構可愛いと思うのが多くって、ただ私はその乗ってる服とかその車とかがすごい好きで、あ、好きなんだ。そう、なんか欲しいとは思わないんだけど、見ててうわかっこいいなーっていうのですごい。何系ボーナスクエスチョン、何系だ。マッサージ、ジープの絶対に今そうランガースタイル、ブーちゃんに合わせたい。あ、本当？そう、大好き。ジープのでもね、あるの、ランガーンリミテッドっていう形が、あ、え、本当？ベーちゃん、今の聞いた素敵な情報をいただきました。なんか私は買いたくて仕事をしていますっていう感じ。え、恐竜とかじゃないの？恐竜が。恐竜。おってきたーって。急に来た。急に来た。全然恐竜が追ってくる系ではないんですけど、全然なんかそう、そっちの。このままが出てくるかもしれないよ。このまま出てくるかもしれない。本当に。ロレッタが追ってきてるかもしれないから。そう、私です。あ、ごつい系。ごつい？ごつい車。岩みたいにゴツゴツしてるっていう。あのポケモンみたいな。あ、そう、そう、いるよね。名前わかんない。つぶってみたいな。なんかその、石つぶってみたいな。そうそう、このやつでしょ？ここ。多分。そう、あれをごつい、ごついって言える。これごついねって言えるから、車も、ジップはちょっとゴツゴツしてるじゃん。やっぱりね。そのスムージーってゴツゴツしてるから、ごつい、ごつい車っていうのは言えるかもしれない。なんか動物との一番良かった思い出？
あるよ。幸せな思い出だよねってなったら、ワンちゃんがいるの私実家に。あ、言ってた。そう、あのもじゃもじゃの、あ、会いたい会いたいって毎日、まあ、今は最近思ってるんだけど、なんかね、あのこの前テレビ電話したの、お母さんと一緒に。それに、はいはいわーみたいな感じで、お母さん元気って喋った時に花ちゃんを映してくれたのね。で、なんかもうずっとね、でも私がいつも遊んであげてて、今遊んであげる人がいないから一人で遊んでるの。スヌーピーをこう加えてポイッと上に一人で投げて、でそれまた追いかけて、あー悲しい、私は会いたいのにと思って、花って言ったら、もうえみたいな、もうそこでこう一人でこうなってるの、どこ寮の声したどこみたいな。あ、でもテレビ電話だから会えない、しかも多分見えてないしと、お母さん頑張ってこう、これだよ量だよって言ってくれてるけど、もうずっとその声にも反応してこうずっとこうやってやってるんだけど、もう分かんないから多分絶対にあるんですよ。そうそう、もうだから分かる、超分かる、分かる。そう、ワンちゃんとの遠距離の時期もそうだ、もう遠距離恋愛してるワンちゃんとなるよね。でもなる、絶対に。だけどいつも Bluetooth 使ってるから声が遠いところにあって、あ、こっちだよこっちだよって、なんかテレビ、うん、なんか、うん、テレビじゃないけど、うん、画面でやってても、うん、ずっと違う方が、でもそう、ロレタ、ロレタ犬いるよね。いるいる。それがそうなる。そう、うん、なるなる。あ、そう。はい。花ちゃん、花札に花ちゃん。会いたいな。素敵な、本当に。大切な人を紹介したい場所。大切な人に紹介したい場所。日本で自分の好きな場所。そうそうそう。あのね、静岡の下田市。そのこの前もそう、ブログ、まあ、でもちょっとあの適当に撮っちゃったからあれなんだけど、でも初めて行ったのね、超田舎。あ、そうそうそう、一番端っこのところじゃん。そう、行ったことある？あるあるある。超田舎大好き。 いいよね。あ、そこの取材してた。あ、本当。なんかどっか、とりあえず3連休だからどっか行こうと思って、もう端っこまで行っちゃえと思って行ったのね。そう、え、この間、そう、この間行ったじゃん。そう、電車乗ってセピヨンって行っちゃったんだけど、なんかヨーロッパみたいだったの。正直、じゃあ何かその東京みたいにレストランがたくさんありますかとか、朝ごはんたくさんありますかって言われたら、そうじゃないんだけど、だけど、たまたまね、出会ったおじいちゃんおばあちゃんと喋ってて、なんか、あの、いい街ですね、みたいなこと言って、そしたら彼らが言ったのが、ここは何もないように感じるけど、その海とか自然があるから、セブンイレブンのコーヒー買って、それをもう握って、いつもね、ルーティーンでやってるらしいんだけど、その座って、2時間ぐらい、なんか、ただ話してるだけらしいんだけど、なんかそういうことが、なんだろうね、みんながそれをしてるって、なんか日本っぽくないなと思って。スイス、スイス、そう、ちょっとね、ヨーロピアンチックな概、なんかメンタリティがすごい存在してて、私は素敵。なんかもし、あのね、日常に疲れてるなら、ぜひ下田へ行ってください。ただ海を眺めるの、もうそれだけで、フィッシャーマンたちが船でピーって行くから、いいかも。よかったよ、行くまでの電車の風景も、もうそうそうそう、だあれ、そうよね、だな、海沿いの、さっきの海シートみたいな、そう、え、そうそう、海シートが、そうそう、本当海シートなの。海シートじゃん、あの、本当ずっと海シートだから、なんかね、本当の日本を見たい時はどうぞって感じ。今年の一番好きな番組？それは難しいぞ。一番感動した。ね、まずね、ドラマはね、正直見ないの。うんうん、なぜかというと、日本のドラマは超チーズーだから、もう壁にこう、ドンってやったりとか。壁にドン。わかる？なんかもう、ギョーってなっちゃうから。でも、あの、お笑いが好き。漫才が大好きで、うんうん、なんかテレビ番組の縛りになるとちょっと難しいんだけど、うん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 、その芸人さんが出てたら見るっていう人はいるの。おじい。え、いる？うんうん。誰好き？遠藤。そう。この人芸人じゃないよ。え？どういうこと？この人俳優さん。あ、そうそうそう。俳優さん。あ、この人、ドラマ。この人が出たら見るってこと？見る。西ゆき。西島敏行。日本人みたいにこれ略さない。西行。テレビ、例えばバラエティ番組とかに出て、ゲストで出てても見る。見る。だけど、ドラマ今の。そうね。そう、まあ、演技上手な俳優さんだしね、その二人は特に。そう。大好き。いいね。あれ、チーズだけど、うん、ちょっと好き。でも多分、ドクター X とかはチーズじゃなくない？なんか、ちょっと違う、ね。あの、ちゃんと面白いドラマ。でしょ？でしょ？とか、あの、ハンザーアナーキとか、わかる？え？見てないかな？ハンザーアナーキ。日本のそのビジネスマンたちのこの、こんな感じの。まあ、面白いんだけど、そう、ハンザーアナーキ好きです。それは見てた。ビジネス系のやつは見たけど、その恋愛系のドラマは見ない。でも、お笑いは好きっていう感じ。なるほど。黄色いハンカチって検索してください。黄色い。もう、これは、皆さん見てください。もう、いい映画です。私が日本の映画の中でだって一番好きかもしれない。
そう、山田洋次監督のもういい映画です。本当に見てください。はい、スクリーンショットしてください。後で見ます。よし、本当にいい映画、本当にいい映画。 Favorite new skill you learned that made your life better。 好きなスキル、新しい、それとも新しく身につけたいスキル。そう、だけど身につけただけじゃなくて、うん、これで人生が良くなったやつ。良くなったやつ。Creative lighting. Really? Yes. Yes. 日本語で、私は英語も好きだけど、英語やっぱ難しいから、まだ書くのはいっぱいいっぱいは難しいから、日本語で、そう、creative lighting っていうのを本をまず読んだの。で、そこから興味持って、今もう勉強中なんだけど、文を出すっていうことがすっごい簡単になって、あとね、まあ仕事の話にもなるんだけど、仕事上をその文を書くお仕事をしてるので、すっごい頭の中の整理がしやすくなった。え、なんかキャッチコピーとかじゃなくて、本当になんか文自体を文きれいに出す感じっていうのもそうだし、人に例えば思いを伝えるロレッタに、こうこうこうしたくて、こうこうこうでこう思うんだよねっていうの、今までりょうはこう結構こっちに飛んでたの、あ、これもこうだしこれもこうだしってなってのが、結構こう最初にドーンって思ってること伝えて、こうこうこうなんだよねって。でもその日常会話ではそんな必要ないじゃん、そういうことってあんまり、うんうん、でもお仕事とかちょっとこう、もう最初からもうドーンと、そう、ちゃんとこう話さないといけない時にりょうは結構あーってなったのが、ちょっとマシになってきたような気がする。あ、っていうので新しいスキルとして Creative Writing。 そう、どう、日本語、英語、日本語、日本語、日本語、いいね。そう、でもそう、今そうやってたくさんいろんなことを身につけようと頑張っております。2020年。そう、逆にその本を読みたいんだけど本当。いや本当に良かったの、読んでる、うん、でも名前忘れちゃった。でも本当に良かった、本当に良かった。Writing だね。Writing. Remember I told you about today、うん、why we're here? 今日の素敵な部屋にある、yes. っていうのは、一つあのクリエイティブな部分もあるんだけど、うん、実は今日はスポンサーがついてる。Today, actually, have you ever heard of Skillshare? Allow me to do a quick English break、yep. so you guys can rest your ears. But I wanted to tell Ryo, in one of my last videos, I said I was going to start a podcast. Podcaster, なんかスキルアップやろうぜ。スキルアップやろうぜって、なんか決心して。So Skillshare, actually, it's a platform where you can take classes.、Mm. And I wanted to see, actually, if any of these look interesting to you. Because there's a creative writing course. Really? Yeah, there's a creative writing course in English.、Oh.So maybe you actually might. That is actually super interesting, because in Japan, like, creative writing is everything in Japanese. I use it for the podcast course. Yes. And I'm looking at like、design and animation. Really? Because I like, you know, I like putting like animation. え、でもめっちゃいいね、本当に。そんなあるんだ。Film, there's video making, marketing, like how to use iPhone, how to use normal products. なんか本当普通の機材を使っていい動画を出す。Yeah, so I'll put the link below, but if you sign up, if you're one of the first 1,000 to sign up, you get a free trial premium, Skillshare premium membership. I need to do so. I think you should try out the creative writing and see if you like upload, it. I need to do. So. For all of you also for supporting me, when you support my sponsors, you're supporting me. So thank you, thank you, thank you. Let's all skill up. Let's all skill up. めっちゃ日本語。Skill up. Skill up しようは超日本語。Skill up. Skill up. なんかした？記録。記録。Diary? Diary じゃない。あの、仕事の面で。議事録とかそういう、うん、Oh, you do 議事録か。自分からやると、ね、あのすごく日本語が上手になる。変な言い方。でもそうかもしれない。のなんかリスニングと、なんだろう、書く、うん、なんか聞いたやつをちゃんと文字化するってことだよね。そうそう、なんか本当にそれがなんだろう、なんか卒論の書いた時と同じような気分で、本当にあるデータを受けて勝利して出すっていう、なんていう、そのパワーが、そのスキルがすごく日本語の上達に、そうね、なんだろう、つながった。つながった、うんうん、私的に、うんうんうん。出てこないのに。すごい、でも、いや、でも難しくない。日本語で書くってことだよね。そう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 。ディクテーションを、なんか聞いたことをそのままディクテーションして、うん、で、まとめて違うアウトプットにするっていうのがすごく。すっごい難しいけど、めっちゃ役に立つことだね。そう。で、あれやってて、何回もやってて、自分から、うん、あの、議事録書きたい。何回も、そう。やったら、すごく、もう、なんだろう、卒論の100倍ぐらい書けるようになった、私。マジで、この2ヶ月ね。そうそうそう。かーっつって。すごいね。録音し、何回も聞いてるから、なんとなくもう、入ってくる。
ベストの多いかもしれない。本当、いや本当本当、いや今思った、語学学ぶのそれが一番いいかもしれないので、聞いて書いて、何回も聞いて書いて、ディクテーションの、その繰り返しだね。そう、記録スキル、すごい、なんかダサいスキルアップ、いやいやダサくないって、本当すごいよ、2ヶ月でよく頑張りました、田中さん。もうスキルアップ、そうね、スキルアップのスキル、もう踊れた、頑張るあなたへスキルアップ、聞いたことあるのこのコピーで。一番嬉しかったことは何ですか、今年の favorite things、うん、あ、社会人として、社会人1年目として働き始めて初のお給料をもらったことかな。それはいいね。ね、それ通帳がさ出てきた時にさ、あ、わかる？うんうん、なんか、あー増えた。そう、なんか、うわ、何この額みたいな、その別にそんな大きい額じゃない、本当になんかもうギリギリのところで生きてるんだけど。一円も見えからね。あーと思う。自分の1円。そう、なんか、あー自分の1円が、自分のお金がっていうのも思ったし、あとはなんだろうね、やっぱ行った時働いて、月から金まで働いて。土日にの時間、今までってさ、そこまで大学とか行った時は土曜日日曜日のなんか何も感じてなかった、もう別に休日ぐらいだけど、初めて自分のことができる時間とか仕事のことをちょっと考えるのをやめて、それができる、それこそ日曜日の朝にブランチが食べれるとかが、あの幸せが大きくなったかも。ロレッタ、ロレッタは最後の最後、2020年、 YouTube かな、次はこうしましょうとか、あ、次の企画はこれがいいんだろうねとか、なんか考えるようになったら、もっとプランニングして、もっとなんだろう、循環、あ、いや分かる、そこに視聴者の人がいるから、これももしかしたら作る価値があるのかなとか、そう、なんか考えるようになった、レンズの向こう側ちゃんと見えてきた、あ、よかった、見るって、はい、ちゃんとつながってるって。I love you. 最後、りょうから質問ね、はい、2021年はどんな年にしたい、今年の、うん、私の、うん、他の人じゃなくて私のものにしたい。なるほどね。ロレッタの2021になるそうです。2021ね、2021、いやでもいいと思う、そのままマジで、1日、あ、まあ、1日から、うん、3日から、で31日までは、まあ、旦那さんとワンちゃんと家族とって、今日も1月1日からロレッタの、もうロレッタ、ちょっとセルフィッシュ、いいと思う、いやちょっとだけいいの、A little bit of greediness is really important, I think, to actually push yourself. So. And that is super healthy thing, so. So. ね。じゃないとも意味ないでしょ？そう、私の個人の。だっていつか死ぬんだよ。でしょ？そう。いつか死んじゃうの。だから、A little bit of greediness. Just a little bit. Yes. Just a little bit. なんかクリスマスな、なんだろう。そういう、素敵だと思う。どうですか?2021?2021 は、そうね、A little bit of greediness も本当そうだけど、私は、あのね、ケイシー・ネスタが、なんかゴールがなかったらシュートできないみたいなことを言ってた。ああ。見た？あの動画。見てない。でもなんか、タイトルがいい。おーっと思ったの。ゴールを作ることによって、自分がそこにこう行ってるのか行ってないのか分かるよっていうのを言ってて、それじゃあ2022年、ちょっと今までそれが大嫌いだったから、頑張ってみようかなと。ベンチマークス。そう。下着頑張ってみようかなと。いいね。真面目に。いいね。今クレイジーさも忘れずに。いや、ね。そう。そのままでいい。そう。もうクレイジーさ忘れずに。もう好きなことやって、どうせ死ぬしと思って。死ぬなかったらやっちゃえ。シャイじゃなくなる、もっと。いいね、そこ頑張るわ、そう、ずっと踊って歌えるように駅で頑張ります。 Let's do it. じゃあ今日はありがとうございました。 Thank you so much. こんな話を、楽しかったね、うん、楽しかった。そう、次はあの2ヶ月、また2ヶ月後にならないように。え、2ヶ月後だったら何月？2月、2月ね。じゃあまたバレンタインの時、やはりバレンタインの時みんな会いましょう。赤い服着てきます。Okay. じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。 See you guys next time. Bye, bye.